FC フロー人間は、オランダの北東部、フロー人間州のシュートフロー人間を本拠地とする、サッカークラブチーム。日本では、サッカーダイジェストなど一部のメディアで、FC フロー人編と表記されることがある。クラブは1971年6月16年、創立。2005年までスタディオンオーステルパルクを使用していたが、現在は、エウロボルクを本拠地としている。 不老人間が歴史の中で最高成績を収めたのは1991年と2006年のエールディビジ3位。一方、1974年と1998年にはエールステディビジ降格も経験している。2014から15シーズン初の国内タイトルとなる KNVB カップを制した。1921年にアマチュア競技団体。 フローニンガーフットボールエン・アトレティークフェライニギングが創設。1985年に創設されていたグバブのプロフットボール部門が1971年にエール、ディビジ昇格したのを契機にフローニンガーフットボール協会によって後継クラブとして FC フロー人間ンンに名称が変更され新クラブとして設立した。別組織での立ち上げのため FC として 設立は1971年6月16日という立場を正式にとっている。1971年の創設時からクラブカラーは伝統的に緑と白のフロー人間カラー。1980年代にはたびたび欧州戦にも参加し多くの成功を収めたが、1999年にエールディビジから降格。 二年で復帰した後は2002年から8年間監督、務めたロン・ヤンスの下で安定したサブトップに成長。フロー人間から育った代表的な選手は、アリエン、ロッベン、ルイス・アルベルト・スアレス・フィルジル・ファン、ダイクなどがいる。2006年にオースター・パルク・スタディオンから現在のユーロ・ボルフにホーム・スタディオンを移し、2015年に KNVB カップを制して、 クラブ初の主要タイトルを獲得している。なし中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗は、その他保有国籍、もしくは市民権、星印は、EU 圏外選手を示す。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた、 代表資格ルールに基づく、ありがとうございます。